旅に出たんだ。故郷にいて見聞きできない何かに出会えるんじゃないかって、ただ漠然とした希望みたいなものを抱いて。改めて聞いて、リースは700年もの間エステリアの上空に浮いていたのだね。ウィーの発掘をきっかけに魔物たちが現れて、アドルトは医者として放って